ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右の三馬、対するファイターズの先発は右の上沢、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の三馬、マウンドに上がりました。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは浅間、第9球投げました。決まった、ストライク。タイミング合いません。投げました、打った、セカンド左横のフライになりました。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番近藤。第9球初球スラーバー空振り、タイミング合いません。投げた、打った、痛烈な当たり、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ルニエス。第9球投げた、外のボール引っ掛けた、飛びついた、レフト前ワンバウンドヒットになった。ヌニエス、ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第9球初球空振り。第2球投げた、打った、打球は三遊間へ、藤岡取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナーヌニエス残塁に終わりました。マリーンズ立ち上がりを無得点に抑えています。右の上沢マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは荻野。第9球ボール。第2球投げた、おっつけて打った、1、2塁間への当たり、抜けた、荻野、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げた、初球ナックルカーブ空振り。さあ、次の投球、おっつけて打つ、高浜交代、頭上を越えてった、ライト前ヒット、中継、荻野三塁です、と中村、ナイスバッティングです。マリーンズ先制のチャンスを迎えます。第9球低めのボール引っ掛けた、さあゲッツーになるか。マリーンズまずは1点先制、1対0。バッターは指名打者レアード。第9球初球から打ってった、ライトへのフライダー、ライト掴みました、ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球打ちました、初球打ち、ライト方向へ持っていきましたが、右中間にボールが抜けていった、ライトからセカンドへ、マリーンさらに1点追加、2対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で山口。第9球投げました、初球を打ちました、一二塁間ライナーで破った、ヒットになります。山口いいバッティングを見せました。マリーンなおもチャンスが続いています。第9球投げました、初球を打った、ショート真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして2対0、マリーンズまずは先制しています。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは高浜。第9球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、打ちました、レフト前に出る、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番渡辺。第9球投げました、初球から打ってった、ライト前進、ヒット、渡辺ナイスバッティングです。バッターは7番万波。第9球投げた、打ちました、初球打ち、これは内野へのフライダー、
掴みました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号38。第9。初球を打ちました。レフト前のヒットになります。中継。石井、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9。ストライク。まずは決めてきました。投げた。打った。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。スラブ。空振り三振。リプレイをご覧ください。2回の表が終わって2対0、マリーンズ2点リードは変わりません。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは田村。第9。投げた。初球を打った。これはヒットになります。田村、ナイスバッティングです。バッターは9番藤原。第9。投げました。初球から打ってった。石井、ボールを取る。セカンド、フォースアウト。アウト、ゲッツー。打順は1番に帰って荻野。第9。打ちました。初球打ち。高浜掴んだ。高浜自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして2対0、マリーンズ現在2点をリードしています。ファイターズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは浅間。第1打席はセカンドフライに倒れています。第2球投げました。打った。センターへ飛んだ。ヒット。浅間、いいバッティングを見せました。左バッターボックスには近藤。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました。インコースのボール左へ。投球は3球目。投げました。打ちました。1、2塁間のゴロ。あっと抜けた。近藤、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第9。投げました。初球決まってストライク。まずは入れてきました。第3球を投げた。打ちました。ファールボール。第4球を投げた。外れた。ボール。第5球投げた。流し打ち。ライト前のヒットになります。二塁ランナーそのままホームへ向かった。ファイターズ1点返しました。マリーンズ追いつかれました。2対2。さあ、先ほどの同点の場面です。バッターは DH の野村。大きな声援が届いています。第2球投げた。2球目ストライク。もう追い込んでいます。逆らわずに右へ抜いていった。中継。野村、いいバッティングを見せました。マリーンなおもピンチが続きます。危ない球。投球これから2球目。ストレート見送ってストライク。第3球を投げた。空振り。追い込んでいます。第4球を投げました。145キロ直球。空振り三振。三振に切って取りました。先ほどのプレーです。バッターは6番渡辺。マリーンズここは外野フライも避けたい場面です。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。完全に外れた。ボール。投げました。打ちました。ボールはライナーで左中間へ。ヒット。マリーンズリードを奪われました。3対2。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。バッターは7番万波。第1打席はピッチャーフライに倒れています。打った。二塁ランナー三塁へ。ファール。第2球投げました。ストレートはストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目。膝元へズバッと決まって見逃し三振。見事なピッチングです。第9投げた。初球見送ってストライク。1球目ストライクから打ちました。いい当たり。センター前進。取ってこれで3アウトチェンジ。3回の表が終わって3対2、マリーンズ1点をリードされています。マリーンズこの回は2番からの好打順。先頭バッターは中村。第9。危ない球。第2球投げた。打った。センター前に出る。センター前ヒット。
さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第1球投げた、アウトコース、外れてボール。第2球投げた、スライダーボール。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。次が4球目、投げました、打ちました、これ投げ通過。石井ボールを掴んだ、一塁送球アウト。マリーンズ同点のチャンスを迎えます。バッターは指名打者レアード。大きな声援が届いています。第2球投げました、低めボール球打った、内野ゴロ、噂は取った、アウト。マリーンズなおもチャンスが続きます。バッターは5番エチバリア。マリーンズ一打同点のチャンス。第2球投げました、ストレートはボール、低め。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、打ちました、破った。マリーンズ同点、3対3。エチェバリアタイムリーヒット、今日これで2打数の2安打。バッターは6番山口。第1球投げた、決まってストライク、伸びのあるストレート。第2球打った、ショートバウンド、ボールを取った。ここはうまい守備に阻まれました。3アウトチェンジ。3回まで終了しまして3対3、マリーンズこの回1点返して同点としています。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは清水。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。投げた、打った、投球これから4球目、打った、流し打ち。山口ボールを取る、山口そのままベースを踏んでアウト。第1球投げた、初球を打ちました、センターへのフライだ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番近藤。これが3度目のバッターボックス。投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。投げました、見送ってストライク、追い込んで第3球を打ちました。第4球は引っ張った、取りました、これで3アウト。三馬3人でピシャリと抑えています。4回の表が終わって3対3です。4回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは藤岡。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げました、打ちました、破った。藤岡いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。右バッターボックスは田村。第1球投げました、初球打った、中継、田村ナイスバッティングです。マリーン勝ち越しのチャンスを迎えます。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、藤原、ひときわ大きな声援が聞こえます。初球打ち、流した、ヒットになります。藤岡一気にホームへ、中継、マリーンズ1点リードに変わりました。藤原タイムリーツーベース、マリーンズなおもチャンスが続いています。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ノーアウトランナー二塁三塁となりまして、荻野、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。初球から打ってった、ヒット、ライトバックホーム、マリーンさらに1点追加、荻野タイムリー、マリーンなおもチャンスが続きます。さあリプレイです。ノーアウトランナー一塁三塁となりまして、中村。第1球投げました、打ちました、初球打ち、セカンド左、二塁フォースアウト、マリーンさらに1点追加、6対3。第1球投げました、初球打ちました、ピッチャー真正面、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。4回までが終了しまして6対3、マリーンズ3点勝ち越しです。